かった。ありがとう。ストレッチ今日も元気に行ってみよう。おお。音量を下げますよ。はい、ということでありがとうストレッチはですね、愛せん大好きありがとうの言葉を使って体を緩めていきます。言葉の力を使いましょう。はい、ということでこの言葉はね、魔法の言葉でございますよ。これいつでも使ってください。愛してるってさ、別に男女の関係じゃないもんね。人々全体を愛してるじゃん。お友達のこともご家族のこともその人々のこと全体ね。だから誰にでも使えるんですよ。だから誰にでも言っていいの。例えばお部屋にある皆さん、スマホさんとかね、パソコンさんとか時計さんとか、みんな愛してるわけですよ。それをね、みんなに言っていくっていう重要なことでございます。はい、ではですね、いつものようにビフォーアフター、ビフォーをチェックしてアフターをチェックすると違いが分かります。ボディの変化、それが分かると継続につながります。笑顔で行いましょう。笑顔にすると呼吸ができますよ。笑顔で、ここにね、若返りスイッチが入ってるんですよ。ここ口角をグッて上げる、ここにスイッチがあって、これで若返るっていうね、そういう効果もございます。はい、では笑顔で行いましょう。それでは前屈のチェックです。足を長座にしていただいて、両方の手を前に伸ばします。今日の背中の感じどうでしょう。 C さんも今ちょっと高い位置にありますね。そしてつま先の位置、足の手の位置も土踏まずの上あたりでございます。はい、そして膝裏の隙間をチェックしてください。膝裏の隙間ね、ここに手が1枚分入るぐらいな感じになってますけど、それはももがね、ももがですね、まだ丸い感じなんですよ。で、ストレッチするとこれがベタってこう、つきたてのお餅みたいにベタってなってくるとほぐれたなって感じ。はい、始まってますよ。ぜひ一緒にやりましょうね。はい、アンナさん、おはようございます。ご参加ありがとうございます。はい、ではですね、右足さんは上にの、左足さんの上に乗ってますよ。はい、そして伸びしろ、たっぷりなボディ、ご自分のね、ボディを信じていきましょう。硬いって言わない方がいいですよ。ボディが硬いんじゃなくて、ちょっと硬いなって思ったら、伸びしろたっぷりだなって言ってください。そこは重要。言霊力、これもね。はい、では指を横に開いて、縦に振るところから、愛してる大好きありがとう。2回言うと8カウント。それでは行きましょう。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお隣の指だよ。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でお隣。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお隣。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、でも指をぐさっと手で握手します。で、足の甲、ね、上の方を持って足先を、つま先をねじます。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔だよね。はい、ではここを土まつのちょっと下側を持ちます。はい、そしてねじります。足先ねじ、せーの。愛してる大好きねじてボディーごと。はい、愛してる大好きナイス。はい、ではぐさっとくるぶしさんをお持ちいただいて、足先を振ります。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。上下、愛してる大好きありがとう。ボディほどを揺すってね。はい、ではここ回します。ちょっとつま先が床につく方はお膝をちょっと上げて、せーの。愛してる大好き笑顔でね。はい、愛してる大好きありがとう。反対回し、愛してる大好きボディほどありがとう。愛してる大好き笑顔でね。笑顔重要。はい、では手を離します。足振り。はい、ではこれくるぶし持ったまま振りませんよ。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き上下。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、手を離して足先振り、足だけ振り。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、ではこの足をふくらはぎさんが床につくように、右足さんね、ふくらはぎさんが床につくように置きます。ちょっとカメラの角度をちょっと変えます。もうちょい下に、あ、いいですね。はい、ではふくらはぎさんの上を体重乗っけてぐいぐいほぐしてください。きゅうりの塩もみストレッチでございます。はい、行きましょう。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。
はい、では膝のちょっと上、結界さん、継続は力がね、上から押してせーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、継続のみが力がない。はい、ももの上です。もも内側、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではお膝を、ね、両方ともひっくり返して、で左、右下のふくらはぎ外側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では右足を立てます。ふくらはぎ裏側さんです。親指で押します。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、いてててて、愛してる、大好き、笑顔で、ワンモアナイス、ここまで。はい、膝のちょっと下、膝下ゴリゴリ、グーでをゴリゴリします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お膝のちょっと上、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。膝回り、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではこのお膝を伸ばします。もも上グイグイ、ももの上を肘でもいいし、パーでもいいし、グーでもいいし、ほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、もも上、愛してる、全面的にありがとう。はい、このお膝、つま先を膝内側に入れます。もも外グイグイ、同じように、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる。ここワンモンセットいきましょう。はい、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこの足ですね、つま先を膝内側のまま、左足さんのくるぶしをももの横さんにのけます。ちょっと痛い、これしごきます。くるぶししごき、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ワンモアセット、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではその足さんを立てます。もも裏ぐいぐい、指をぐさっと刺して、ももの裏をゆさゆさ、もも裏ゆさゆさ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。内ももゆさゆさ、がっつり掴んで振ります。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔で、外側どうぞ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう。膝裏を今度グイグイします。膝裏グイグイ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。膝をちょっと持ち上げて、膝下ブラブラします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ちょっとずらします。下にずらして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ちょっとまたずらします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこのお膝さんをですね、後ろ、足を後ろ、右足さんが後ろ、左足さんが前、この人をちょっとこっちにして、はい、ではこれでマーメイド座りといってね、横座りでございます。ちょっとね、右の腰が浮かんでいる方もいらっしゃるかと思います。はい、では右の腰骨のところに手を当てて、それをスルッと落としたところをボディ全体で揺すって、ももをほぐす。せーの、愛してる、大好き、ありが、継続は力に、愛してる、大好き、あ、みんなでやりましょう。はい、愛して、大好き、一人じゃできないからね。はい、愛してる、大好き、笑顔でね。そう、みんなでやるとできるんでね。はい、あの習慣にね、するっていうのがいいと思います。はい、では骨盤転がし、背筋を伸ばして、左手さんを左のお膝の外、右手さんを右の骨盤、お尻さんです、お尻ぺたに当てて骨盤を転がします。下、後ろに行った時は C カーブ、背中を丸めて、おへそは天井、前に行った時は少し反り気味にして、ここ背中側が C カーブになります。おへそが床向き。はい、では盛大にどうぞ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ワンモアセット、愛してる、大好き、少し斜め前に行ってますよ、愛してる、大好き、笑顔でね、ナイス。はい、では骨盤ねじり、右手さん、左手さんを左の腰の横、右腰さんを腰、骨盤をしっかりがっつり持って、で腰と肘と肩を回します。骨盤ねじり、背筋を伸ばして、せーの、
愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモアセット、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう、ナイスです。さあここで片足終了、チェックタイム。片足終わってね、片足をチェックするの重要です。左右差出てますのでね。はい、では右足さんを伸ばしました。右手さんどうぞ。おー、だいぶ落ちました。 C さん、背中さんも落ちましたよ。手の位置もですね、かかとの方まで今来ました、指先が。はい、左手さんどうぞ。左手さんはまだ土踏まずの真ん中あたりで、背中の位置ここ、これ左でしょ、右、左、やらせじゃないですよこれ。はい、と膝の隙間どうでしょう。右のお膝さんはペタッとついてきて、ももも横びろになってます。まだ左足さんは、左のお膝の裏に隙間がございます。ということで左右さんね、日々感じていきましょう。さあ、いかがでしたでしょうか。ちょっとここで休憩、水分取ります。デトックスのためにお水は取ってきますよ。さあ、ボディの変化があったらね、コメント入れていただけるといいかと思います。このストレッチね、明日もできますよ。はい、水分取って。シスターのね、負傷していた左脇腹さんもだいぶ良くなってきました。まだちょっとあれなんだけど、でもだいぶ良くなってきた。すごいね、人間のボディさんはね。私が考えずともボディさんが勝手に修復してくださる、ありがたいことですね。ほんと、まあ安静にしてればいいってことですね。まあこういう時は、はい、いや今週ねちょっと安静にしました。結構安静めにしておりました。はい、はい、いいです。では反対側行ってみましょう。はい、ハナさん伸びましたね。さあ、継続は力なり。ここ本当重要。はい、では左足さん行ってみよう。ああ、はい、左足さんを前に出して、左足さんっていうか両足前に出して、ちょっとチェックしてから行きましょうか。はい、では背筋を、左足さんはこんな感じ、右足さんはこんな感じ。はい、では右足さんの上に左足さんを乗っけていただいて、足の指先から行きますよ。はい、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でワマ、隣足大好きありがとう、愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、では指をぐさっとかませます。ただ足の甲さんの上の方を持っていただいて、足、つま先ねじり、せーの、愛してる大好きボディーごと、ボディーをね揺らしていく、上半身もね、ありがとう。はい、では土踏まずの下側握っていただいたら、これもボディーごといきましょう。ねじります、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね。はい、ではくるぶしさんをお持ちいただいて、足先振り、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、回します。膝ちょっと持ち上げてもいいです。愛してる大好き、これもボディごとありがとう、愛してる大好き、反対回し、はい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね。はい、では つま先取っていただいたら、足首振ります。手で振ってください、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、足脱力大好きナイス。はい、ではここは、手を離して両手両足振り、両足を上げてチャレンジタイム。シスターはさあどうかな、背筋を伸ばしてボディをちょっと後ろ、はい、両足を上げる、両手を上げる、まあ、無理な人はそんなに無理しなくていいです。システムを片手持ってます、せーの、愛してる大好き、盛大に振って、愛してる大好きありがとう、ワンマンセット、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、ポーズ V、 あ、離せました。あ、だいぶ回復しております、私。あ、だいぶ手は伸ばせます。はい、ありがとうございます。はい、頑張りました、ありがとうございます。さあ、毎日やってるとね、違いが分かってくるね、こうだん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 良くなってくるのも分かります。はい、左足のふくらはぎを割って、
体重のぎませんの愛してる大好きありがとう愛してる大好きふくらはぎもみました。はい、今日膝のちょっと上、結界さん体重のっけてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね。はい、ももの上が内側さん愛してる大好きありがとう。体重かけて上半身も使いながら大好き、熱くなってきましたよ。はい、ではお膝さんをひっくり返しますよ。ふくらはぎさんの左のふくらはぎさんの外側さん、せーの愛してる大好きの急に熱くなってきた、愛してる大好きありがとう。だんだん春ですからね。はい、ではお膝を立てて左ふくらはぎさん親指でせーの愛してる大好きありがとう、愛してる春が来て嬉しいな。はい、膝のちょっと上はい、せーの愛してる大好き膝下ゴリゴリありがとう、愛してる大好きありがとう。膝のちょっと上です、膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。膝周りゴリゴリ愛してる大好きありがとう、愛し、これ右足やったかなありがとう。はい、では伸ばします。はい、ももの上、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。毎日やって順番もね、だんだん分かってくると思います。はい、では、つま先、お膝、内側、もも外ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、姿勢がね、できない時も毎日やってみてください。はい、では、姿勢が放送できない時もね、はい、くるぶしさん、右のくるぶしさんを左のもも。はい、では、しごきます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。上半身も使って、大好き、ワンワンセット。愛してる、大好き、ありがとう。笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。ビューティフル。はい、では、この足を立てます。立てて、ももの裏さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。揺すってね、愛してる、大好き、ナイス。はい、ガツッと掴んで揺すります。せーの。愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ももの外側いきましょう、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。膝裏ぐいぐい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう。膝下ブラブラ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、このお膝さんの外側、マーメイドを座り、左足さんが後ろ、右足さんがちょっと前、ちょっとじゃない、前のマーメイド、背筋を伸ばします。で、今度は左腰さんに、腰骨さんに手を置いて、ぐっと落としたところ、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね。ちょっとお尻がもうありがとう、愛してる大好きありがとう。はい、背筋を伸ばして骨盤転がし、右手さん右のお膝の外、左手さん左のお尻、腰骨を盛大に動かしますよ。骨盤をしっかりひっくり返す感じ、せーの、愛してる大好きありがとう。お、だいぶ動きますよ私も、ありがとう。はい、またちょっとあれか、愛してる大好きありがとう。さあ、背筋を伸ばして腰骨さんがっつり持ちます。左手さん右手さん左、右腰の横さんに置きます。で、ねじます、骨盤ねじり、せーの、愛してる大好きありがとう。皆さん盛大に愛してる大好き、ここちょっとね、これ難しい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね、いいです、何があってもいいです。さあ、では両足骨盤転がし、最後ですよ。これがマットさんを畳んでいただいて、ちょっとお尻さんがね、痛くないように座骨さんが当たるからね、別にそんな下がね、畳さんとかだったら全然問題ないと思います。背筋を伸ばします。足は腰は肩幅ぐらいにしっかり開いて、背筋をまず伸ばす、丸めた後、後ろに骨盤傾けた時にボディを C カーブ丸めて、おへそさんを覗きます。背筋を伸ばします。前に行った時は背中側に C カーブが来るような感じで、おへそは床面。はい、行きましょう。両足骨盤転がし、せーの、愛してる大好きありがとう、盛大に愛してる大好き、ワンモアセット。は
愛、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、クイックバージョン。背筋を伸ばして腰をその位置で動かす。皆さん盛大に、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、愛してる、大好き、ありがとう。シュシュ、これまだあれですね。はい、ナイス。さあ、できました。両足終了。いいですよ、ポーズ、どうぞ。いいです。足が上がるかな。はい、だいぶいいですよ、だいぶいいです。私が。ありがとうございます。頑張った、自分とみんなに拍手。イエーイ、ありがとうございます。バッチリです。素晴らしい。さあ、どうでしょう。ご自分のボディの変化ありましたらお書きください。いや、本当、継続は力ですね。本当ね、このようなことだけど、1年続けたら全然変わるよ。1年ね、この続けるコツ、シスターがお伝えします。こちら、じゃじゃん、カレンダーとか手帳にやった日をもう書いていく、丸したりとかして、それにカウントを振っていくんですよ。何日から始めたか、1,2,3 って。このね、数が分かるっていうのが重要、数重要。数が増えていくことでモチベーションがさらに上がってくるんですよ。これ自分積み重ねてるなって感じがするの。それがその先の継続を作って人生を変えていく。おー、私ね、もう手帳に山盛りいろんなことのカウント書いてありますよ。例えば朝5時起きが何時から何回目かみたいな、それとかね。でも結構重要なの、記録って本当重要。ここをやってみてください。はい、では、シスターのシスターの告知タイム。はい、オンパンプラス2は2月20日にやったんですが、3月6日もうちょいやってますよ。今度の日曜日までは見れます。感激三昧ライブさんというところでやってますので、ぜひこの QR コード、シスターの QR コードでね、ご購入いただければと思います。よろしくお願いします。豪華メンバーが出ていてね、もう、即日数時間で完売したっていうチケットでございまして、みんな楽しみ、はい、楽しみって楽しんでいただきました。ぜひご覧ください。はい、そしてもう一つはシスターのビデオ上映会でございます。イーデスビデオ上映会ボリューム1、ひろみの日の字。さあ、これはシスターがですね、前にシスターがパントマイムを始めた時、2年の修行を終えた後に卒業公演をしました。その卒業公演のビデオを上映いたします。本邦初公開。怖い。並木孝夫先生っていう先生のね、コメントなんかもちょこっと映ってたりするはず。さあ、楽しみにしていてください。3月26日2時と4時。お申し込みはこの QR コードなんだけどな、見れるかな。はい、楽しみにしていてください。はい、ということで今日もありがとうございました。明日も明日も9時からやってます。土日の以降のスケジュールはまた出しますんでね、楽しみにしていてください。ありがとう、ステルッチ、ありがとうございました。さあ、花さん、ボディいかがでしょうか。左の膝の隙間小さくなってきて、すごい、素晴らしいね。継続は力だね、ほんとすごいですよ。ほんとすごい、ほんと変わる、人生変わる、ありがとう、ストレッチ。はい、では、言葉がね、人生を変えてきますから、ほんと、愛してる、大好き、ありがとうの言葉の盛大なパワーをですね、感じていただきたい魔法の言葉。あれ、これじゃなかった、こっちだった。本当、日々これを口癖にしてみてください。口癖にするのもね、積み重ねなんですよ。細かい積み重ねがね、積み重なっていくと効果をね、すごい発揮していきます。私も感じております。はい、ということで、明日もまたお会いしましょう。ごきげんよう。 Have a nice day。 チャオ、バイバイ、 Have a nice day。